つけました、ラッキー。かっこいいギタリスト竹下達ですが、昨日から練習し始めた禁じられた遊び、弾けそうで弾けない、もう鬱です。いや、笑ってますが鬱です。本当にね、パートパートでね、弾くと弾けるんですよ。ただこの曲のやらしいところはね、こうパッパっていうこう制覇とかバレエとか、あとブリッジっていう言い方かな、ザ・バーか、いろんな言い方あるんですけど、まあ、要するにこういうあの楽器のね、まあ、こういうふうに抑えることですよ。これをずっとこういうふうにあの、っていうふうな、すごくあのここまでだったら簡単、ある意味簡単といえば簡単なんですけど、音としては出るわけです。その後突然にね、天国への階段、レッド・ツェッペリンの天国への階段に似たこう押さえ方が出てくるんですけど、そこもやっぱり楽なんです。でその後に出てくるちょっと一見難しそうな手の形になんですが、実はそんなに難しくないんですが、それを弾き終えた後で突然今度あのすごく簡単な解放の元の最初のメロディーラインに戻るんですね。その一曲のトータルとして考えた時にすごく難しい。練習しないとダメだな、やっぱりね。頑張ります。はい、はい、鬱ですがかっこいいギタリスト竹下達です。練習してしまくります。はい、それではまた。